ケツは夏の最後の帝。名は、利器。四季などにあるように、一般には帝、ケツの父は、低発とされているが、一説には帝、サツキのこともされる。畜所記念によれば、真に見やこした。アナコウ以来、諸侯は夏から離反しつつあったが、ケツは徳で統治をするのでなく武力で、諸侯や民衆を押さえつけたので、諸侯や民衆に憎まれた。 勇世氏を打った際に末期という美女を捉え、自らの火としたが、ケツは末期に溺れ、政治を顧みなくなった。酒の池に船を浮かべて、肉山保持し林と呼ばれる肉を、山のように盛る豪華な宴会を催し、国力は衰えた。そして、陰の湯を呼びつけ、夏代にて、牢獄につなげた。湯は許されて解放されると徳を収めたので、諸侯がその下に集まり、 ついにケツは倒された。ケツは、名城に逃げたが、我回不水殺用夏大師至りこれと言い放ち死んだ。一説によると、末期と共に南方に逃げて死んだという。後世、陰の三神、心、周の霊王と並び称される暴君の代名詞となった。ピさんを撃った時に、縁という二人の女性を手に入れ、とても愛したが、子供ができなかったので、かのたまに二人の名を刻んだ。は、 の名を、花には、縁の名を刻んだ。ありがとうございます。